さあ先鋒大将戦、大将出てくるのはゼロさんのラブだ。ラブナーラ君は先ほどもありましたが、立ち回り的には結構荒くながら厳しい組み合わせになっております。さあ距離を離しつつ、ラテンゲージがつかないように立ち回っていくのはゼロさんのラブだ。さあ D を使いつつ近寄せない。ここで投げを取る。しかしながらゲージがないのでリターンは取れない。ラクネの投げは基本的には 50% 以上ないと、リターンが取れないようになってます。C 筐体の方を始めていただいて構いませんよ。 C 筐体の方、 C 筐体の方はですね、ソドムさんとナベさんのチームですね。ソドムさんとナベさんのチーム C 筐体の方で始めてください。さあ体力リードはアラクネ、ラックインも発動中。さあラムダにはネガティブワーリングついているため、何か刺さってしまえば減る。ここで捕まえた。下段の選択肢はガードしている。ここで中段引っかかってしまう。ビームしかめてバーストを使っていく。さあここでラックイン状態のキレフが、さあ互いに距離を詰めない。さあフィールドを使って距離を離していくが、これは残り時間がなくなってしまう。タイムアップ一本選手はゾゾさんのアラクネ。大難度上を取っていくのはゾゾさんのアラクネ。ジャンビーが刺さって画面端。さあいくら画面端になってしまえばラルダも結構厳しいのですが、タッチが通る。さあ一気に画面中央まで押し返して距離を取った立ち回りに戻りたい。さあこれは A 点からしっかり角換取っていきたかったが、さあ互いに距離を詰めない。さあこれで 2D が2発ガードさせたため、ラークインゲージが 25%、40% ですね。これで溜まっていく。さあ後ろ D2 段目中段、これは回ってしまい、補正銀のクレナギも抜けない。さあダイブは裏回りになる。前作に比べたら結構遅い速さですが、それでもなかなかにまだ速い速さなんでね、だいぶは崩した人は全然機能します。さあこれはまだ決まらない。さあグラビティを透かして、これはラクインゲージが溜まりかける。投げたのはラムダ。さあ03のラムダが1本取り返して最終ラウンド。さあ開幕距離を取っていく。2D が下がってここからワンコンボ。さあ1500取って距離が近づいてしまい、これはめんどくさい。さあ点を使いつつしゃがみ D を当てていく。さあここでしゃがみに2発ガードして、ラケンゲージが 90%。 さあこれはラムダめんどくさい。ここでラクイン発動。さあバーストを少々に使っていく。画面端裏回りからのコンボが入る。 DMC 絡めてしっかりコンボ決めていく。さあこれで体力リード荒くね。投げに対してはグラビティへ割っていくが、投げが通る。さあ DM の決めで勝ったのはジョージョスさんとファイさんチーム2打です。すいません、トーナメント4番開けてください、お願いします。そしたら、アレクさんとカイノーさんのチームと客さんとソウジさんのチーム、アレクさん、カイノーさんありますね、客さんとソウジさんのチーム、客さんとソウジさんいらっしゃいますか。ソウジさん、ソウジさん試合です。こちらにいらっしゃいますんで、じゃんけんお願いします。ちなみにあれ